大震災からの復旧復興、原発事故との戦い、日本経済の再生、野田内閣はこの3つの優先課題に改造後の布陣で引き続き全力を挙げて取り組むことをお誓いします。大震災の災禍を乗り越え、一日も早く被災地に復興の土音を力強く響かせたい、そうした思いでこれまで国としても懸命に取り組んでまいりました。復興という名をいただいた新しい役所は、被災者に寄り添い続け、必ずや被災地の復興を成し遂げるという与野党が共に刻んだ誓いの証です。復興庁を2月上旬に立ち上げ、ワンストップで現地の要望をきめ細かに汲み取り、全体の司令塔となって復興事業をこれまで以上に加速化していきます。大震災の発災から1年を迎える来る3月11日には、政府主催で追悼式を執り行います。犠牲者の御霊に対する最大の供養は、被災地が一日も早く復興を果たすことにほかなりません。頑張っぺ福島、曲げねど宮城、頑張っぺし岩手、そして頑張ろう日本。大震災直後から全国に響くエールをこれからもつないでいきましょう。東日本各地の被災地の苦難の日々に寄り添いながら、すべての日本人が力を合わせて復興を通じた日本再生という歴史の1ページを共に作り上げていこうではありませんか。今般の大震災が残した教訓を未来に生かしていくことも、私たちが果たさなければならない歴史的な使命の一つです。もう想定外という言葉を言い訳にすることは許されません。津波を含むあらゆる自然災害に強い持続可能な国づくり、地域づくりを実現するため、災害対策全般を見直し、抜本的に強化します。